私たちの周りにある物質や私たちそのものである生命は、すべて原子と呼ばれる小さな粒からできています。無限ともいえる物質や生命の多様性は、わずか100種類ほどの原子の組み合わせや配置によって生み出されています。その原子もわずか3つの粒子、陽子や中性子、電子からできています。そしてその陽子や中性子も素粒子と呼ばれる、これ以上分けることができない小さな粒から成り立っています。加速器という大型の装置を使って、私たちの物質世界をいろいろな角度から見る研究を行っているのが、ここ KEK です。 KEK 高エネルギー加速器研究機構へようこそ。KEK では粒子加速器と呼ばれる大型の装置を用いて、宇宙、物質の起源、生命の謎を解明するための実験、研究を行っています。研究の拠点は茨城県つくば市、東海村の2つのキャンパスにあります。つくばキャンパスでは電子を、東海キャンパスでは陽子を加速して実験を行っています。それぞれのキャンパスには様々な装置が設置されており、2つの研究所と2つの研究施設が中心となって研究を進めています。素粒子原子核研究所、ここでは物質を形作っている素粒子や原子核の研究を通して、宇宙全体の仕組みや成り立ちを解き明かします。実験を行う実験グループと理論を提唱する理論グループが協力し合い、研究を行っています。物質構造科学研究所、ここでは加速器から生み出される4つのビームを用いて、物質の構造を解明する研究を行っています。筑波キャンパスの放射光、低速陽電子に加えて東海キャンパスの中性子、ミュオンを組み合わせて利用することで、分子や原子のスケールにおける物質の構造を詳細に測定し、その機能との関連性を解明する研究を行っています。加速器研究施設、 KEK の研究の中心となる実験装置、粒子加速器、その設計や開発、運用を行っています。共通基盤研究施設、KEK の研究全般を支えています。大型加速器を使う研究では、低温・超伝導技術や精密加工技術の研究開発、さらには発生する放射線を安全に管理することが欠かせません。実験データの解析や理論計算のための大型コンピューターシステムの運用も行っています。KEK は一つの大学では維持することが難しい大型の装置を提供する大学共同利用機関法人として、大学の研究を支え、また総合研究大学院大学と連携し、大学院教育の一翼を担っています。さらに KEK は国際的な研究拠点であり、欧州合同原子核研究機関セルンをはじめとする海外での研究協力や、海外からの研究者の受け入れを行っています。 それでは KEK に設置されている主な装置をご紹介しましょう。筑波キャンパスでは、この入射器と呼ばれる直線型の加速器で、電子と電子の反粒子である陽電子のビームを作り出します。ビームはここから放射光実験施設の2つのリングや、円周3キロの巨大なリングに導かれます。 KEK を代表する装置、スーパーケックビー加速器、ベルツー測定器、この2つの実験装置を組み合わせた世界最大級のビーファクトリーです。
ビッグバンの時、宇宙には電子のような粒子と陽電子などの反粒子が同じだけ生まれたと考えられています。ところが今の宇宙には粒子からできた物質だけが残り、反粒子からできた反物質は見当たりません。この粒子と反粒子の性質の違い、 CP 対称性の破れは宇宙の大きな謎です。ケックビー加速器とベル測定器はこの謎を説明するために提唱された小林マスカワ理論を証明しました。理論を提唱した小林博士、マスカワ博士は2008年にノーベル物理学賞を受賞しました。現在スーパーケックビーとベル2は宇宙の始まりの謎と素粒子物理学の標準模型を超える物理に迫っています。ほぼ光の速さまで加速した電子の向きを変えると強い光が放射されることが知られていました。その光、放射光を利用するための実験施設がフォトンファクトリーです。フォトンファクトリーでは放射光の中でも特にエネルギーの高い X 線などを利用して物質や生命の仕組みを原子のスケールで観察します。円形の加速器では同時にたくさんの実験を行うことができます。放射光による X 線はビーム状の光で、病院の X 線とは違う使い方で小さなものを調べることができます。放射光は物質を壊さずに内部を検査したり、物質の微細な構造を解明するツールとして用いられているのです。フォトンファクトリーを使って研究を行ったイスラエルの科学者アダヨナット博士は、細胞内のタンパク質工場リボソームの構造を解明し、2009年にノーベル化学賞を受賞しました。タンパク質の立体構造が詳しく分かると生命の仕組みの理解が進みます。薬と結合する様子を調べることで新薬の開発にもつながります。また環境やエネルギー問題を解決するためには優れた電池材料や触媒などの開発が必要です。物質の構造と機能の関係を原子レベルで調べることで新素材を設計し改良を重ねていくことができます。低速陽電子実験施設は入射器筒の最上流にあり、エネルギーの揃った低速陽電子ビームで物質最表面の原子配列の決定などを行っています。東海キャンパスでは日本原子力研究開発機構と共同で大強度陽子加速器施設 J パークを運営しています。 J パークでは強力な陽子ビームを生成できるのが特徴です。ターゲットに陽子ビームを照射すると中性子やミュオンが得られます。物質生命科学実験施設はこれらの粒子を利用した研究を行っています。中性子やミュオンを使うと放射光では見えにくい軽い元素である水素やリチウムなどを見ることができます。ハドロン実験施設では複数のクォークからなるハドロンという粒子を使って素粒子や原子核の研究を行っています。さらに J パークの陽子ビームでニュートリノビームも作ることができます。ニュートリノビームは東海キャンパスからおよそ300キロ離れた岐阜県飛騨市上岡町の研究施設スーパー上岡出に向かって打ち出され、ニュートリノそのものの性質を調べる研究に使用されています。2013年には打ち出した種類とは別の種類のニュートリノが現れる現象を発見しました。現在はニュートリノと反ニュートリノの性質の違いの発見を目指して、ニュートリノビームラインと全地検出器の増強を計画しています。
KEK では未来の加速器科学発展のため、さらに高性能な加速器の建設を目指しています。 J パークでは中性子とミオンを用いた物質生命科学や、ニュートリノとハドロンを用いた素粒子原子核の研究をより一層発展させるため、施設や装置の高度化が行われています。さらに電子と陽電子を世界最高エネルギーで衝突させる直線型加速器、国際リニアコライダーの実現に向けて、世界の研究者とともに加速器技術の研究開発や国際組織の検討を行っています。 KEK では世界中から集まった研究者たちが、電子と陽子という小さな小さな粒子たちの世界を見つめています。そこから見えてくる広大無辺な宇宙の謎、宇宙、物質、生命、私たちの身の回りのあらゆる仕組みや成り立ちを知り、知識という財産を未来に残すため、私たちは日々研究を進めています。